皆さんこんにちはすぐに使えるカラーセラピー講座担当しますのはカラーリストの仲間高江ですよろしくお願いしますこの講座の目的は色にはたくさんのメッセージがあるということを知ることそして色を身近なものとしてカラーセラピー体験をすることこの2つになりますそれでは早速始めていきましょう 色には、好きな色、似合う色、気になる色、この3つがあります。好きな色というのは、自分の憧れが入っていると言われています。でも、似合う色というのは、好き嫌いは全く関係なくて、自分の顔をきれいに見せてくれる色、印象を良くしてくれる色のことを言います。そして、3つ目、気になる色。これは、自分の心の中を見ていく色になってきます。 どうも最近、えー、身の回りに赤いものが増えているなとか緑色の手帳を持っている緑の服を着ているとかどうも気になる色が続くなというのは自分の中の心が何かメッセージを出している証拠になるんですねこのカラーセラピー講座では気になる色に焦点を当てて見ていきたいと思いますカラーセラピーとは一体何なんでしょうか カラーセラピーは治療ではなくて色彩療法といいまして色をを積極的にに活用してて心とと体ののバランス維持に役立てる方法のことを言いますですのでちょっと元気がないなと思ったときにはオレンジ色の洋服を着てみるとか赤色のジュースを飲んでみるとかそうやって自分を元気にさせるこれがカラーセラピーになってきます。 物事を判断するときに人間の五感が機能する割合というのをこちらのグラフで表示ししてみました私たちは最初に物を見たときにまず五感の中のどこをたくさん使っていいると思いますか五感には触覚味覚聴覚視覚嗅覚この5つになります。 皆さんが最初にものを見た時どの部分を使っているでしょうか正解は四角になるんですねなんと視覚は 87%, も87を使っているので例えばレストランに行って食事が出てきた時き 見た目の印象でこれはおいしいかなそれともおいしくないかなというのは決まってしまうわけですねでは他はどうかといいますと視覚が87%で聴覚が7%触覚3%嗅覚2%そして味覚に至ってはたったの1%になってくるんですね。でですので、まあ 何か食べておいしいかおいしくないかというのは実は見た目で判断しているということがこの図でわかると思いますそして私たちは色を見た時に目からその情報を入れるんですがご覧のようにルルーートトというふうに2つに情報伝達が分かれるんですね。 まず A ルートの方を見ていただくと目から入った刺激というのは視覚屋という場所に伝達されますここは物、えー、や色を知覚する場所になってくるんですね色彩心理ではここの部分を使っていきます詳しく見ていくと、えー、A, A ルートというのは心理的効果を表しています 大きく4つに分類されるのですが連想そしてて象徴感感情共感覚この4つになってきます具体的にどういうものかといいますと連想は具体的なものやことになってきますので例えば赤いものを見た時にトマトを連想する赤いポストを連想する。 こここれはここの部分になってくるんですね。で続いて象徴ですがこれは抽象的なことを表しています。シンボルマークなどがこの象徴になってきますので国旗の色もここの象徴になります。そして3つ目がこちらの感情ですね。 これは「好き嫌い」とか「快、えー、不快」などを表しているようにその人の経験からこの色は好き嫌いというふうに区別をすることをこの感情で表しています。最後に共感覚これは、えー、一つの刺激に対して複数の感覚が生じることどういうことかといいますと色を見て 甘そうだなとか温かそうだなと感じることや、えー、色と香りの組み合わせや色と音の組み合わせなどはこの共感覚に当てはまります続いてもう一つがこの B ルートになりますね視床視床下部下垂体の部分に伝達される情報になってくるんですがこれは主に ホルモンに働きかけています光の量というのは消化体光の質というのは消化部や下水体に働きかけていますこれは例えば赤い部屋にずっといるとちょっとイライラしてきたり体温が上がったような感じになるアドレナリンがたくさん放出されることによってこのような現象が起きます逆に青色の部屋に入っていると 落ち着いたり眠くなったりするんですねこれはすべてこの生理的効果で私たちにこう働きかけている作用になります私たちは色を目で見ていますが実際はこのように色を感じているんですねぜひ五感をたくさん使って色をしっかり感じていただきたいと思いますでは次は カラーセラピーを実際に体験して自分の心はどういうものなのかというところを覗いていきたいと思います。